はい、こんにちは。婚活系 YouTuber のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、Yahoo 知恵袋の記事より、少し、見ていこうと思います。よろしくお願いします。Yahoo 知恵袋の記事にね、結婚相談所での女性の年収について、聞いてる女性の方がいます。独身33歳の女性です。先日、家族の勧めで結婚相談所に入会しました。当方会社で役員をしており、年収は800万になります。年収について源泉徴収票が回収されると聞いたので、正直なところ書きましたと。ですが、実際回収されず、私が書いた年収がそのままプロフィールとして掲載されています。申し込みに来る男性は、お金が目的なのか、年収400万円以下が多く、逆に私がいいと思う男性とは会えない現状です。友人にそのあたりの愚痴を漏らすと、そもそも年収800万なんて書いたら、普通の男は寄ってこない、そこはごまかすべきだとアドバイスをもらいました。そこで、婚活中もしくは結婚相談所で結婚された女性に伺いますが、自身の年収は実際より低めに提示した、しましたでしょうか。皆様、ご回答ありがとうございます。厳しい意見やそのままでいいという意見も含め参考にさせていただきます。誤解があるようなので一つ付け加えると、私は自分の売りを年収だと思っていませんし、特別高収入だと思っていません。33歳という年齢いうのがいい年齢なのも重々承知しております。ただ結婚相談所とは正直にプロフィールを書いてマッチングするところだと思っていたことに対し、その他の婚活手段と同様に男性の見方も意識し、年収低めに書くべきかを、お伺いしたいです。訂正する場合何と言って訂正すればよろしいでしょうか。年収が下がったとか言うべきですか。これね、結論から言うと、この女性33歳で年収800万じゃないですか。たまにいるんですよ。本当にいて、会社経営してる女性とか本当にね、年収700万とか800万とか普通にいるんですよ。30代後半、30代半ばとか後半とかで。これ男性からしたらね、本当に驚きますよ。会社経営してる女性とかもね、普通に30代後半半ばとかで余裕で700万800万超えちゃうんで、相当すごいですね。まあ、33で800万っていうのは珍しいですね。33でね、やっぱり年収高い女性って言ってもやっぱり500万か600万ぐらいですよ。5、600万が多いですね。年収の高い女性って33で。だけど、ここにも書いてるように、年収400万以下のね、底辺男性がね、こういうの好むんですよ。高スペック女性ね。まあ、年齢とか置いといて、年収の高い女性って、年収の低い男性からすっごいモテるんですよ。これね、わかります。これなんかのね、ウェブ、サイトとかね、SNS とかでもね、高収入 OL がね、低収入、紐男にモテるっていう話をね、聞いたことあるんですけど、まあ、その通りだと思います。まあ、それはね、もう仕方ないですよ。今、女性が社会進出してね、すごい稼ぐ時代になったから、年収のある女性はね、ニート男を捕まえるしかこれないんですよ。ぶっちゃけもう年収400万以下でね、フリーターとかにねみたいなような、正社員でも年収300万ぐらいの人を、まあ、捕まえないと、まあ、いけない、そういう時代になってます。まあ、外国だったら結構ね、高年収の女性って、外国ね、北米の方だったらね、高収入の女性ってね、紐男からモテてね、イケメンのね、ちょっと年下のね、イケメンの身長高くてイケメンの男とか捕まえれるんで、まあ、外国であればね、全然33での女性で、まあ、年収高い人であれば、紐だけど身長高くてイケメン男とか全然捕まえれちゃうんで、まあ、それが普通になってるところもありますよね。でも日本はね、逆に女性プライド高いから、女性が稼いでたら同じようにね、多く稼いでる男性がいいって言っちゃうんですよ、日本の場合。まあ、外国の場合逆ですけどね。自分一代でね、例えば有名大学ね、
女性でね、アメリカとかね、カナダとかの有名大学出てね、女性一代でね、それなりの大学出て、年収高い人っていうのはね、まあ大体紐男を捕まえてね、紐男に家事をさせてね、子供も全部見せてね、養育全部、養育関係、子供の世話全部させたりしてるんですけど、まあそれが妥当だと思うんですけどね、30代、高年収の高学歴女性がね、まあそれが妥当な道だと思います。で、まあ、結構外国では需要があってね、マッチングしてますね。まあ、30代でも13でも33でも、全然28とか30ぐらいのね、年下のイケメン男性がゲットできます、これ。外国であればね。なんで、全然僕はいいと思うんですけど、年下のイケメン男性捕まえて、家事とかさせる方が全然いいと思います。理想は、年上とか年収じゃなくて、身長が高くて若干ね、イケメン気味の男性、年収が低い人の方が全然いいと思います。なので、まあ、この人がおそらく求めてるところを理想を書いてないんだけど、に日本において33歳ってもう売れ残りだから、結婚できないんですよ。求めてくるのは40、50のおじさんで、年収の低いおじさん、これがまあ日本のパターンですね。結局、年収の低い人だったら、おじさんじゃなくて、じゃあ若い人にしたらいいじゃんっていうところがあるから、今のうちだけですよ。33で800万あったら、今のうちだけしか若い人手に入らないですね。もうこれが、来年34とか35になると、もうね、若い男性は手に入らなくなります。なので、今しかないですね、明らかに。まあ、僕の動画見てたらね、ぜひ参考にしてください。本日はご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いします。